ライオンズ先発トガメの立ち上がり、1回は0点に抑えて2回だったんですが、ここも連続三振で2アウト取ったはずだったんですよね、はい、もう絶好調スタート、うん、前田健太には負けるものかというスタートだったんですけども、そこに落とし穴がそうなんですよね、ありましたね、はい、1点をカープが先制、一方のカープ先発前田健太2回、これ森が難しいところを打っていきました、2ベース、さらにセラトリがつなぎます、ライト前、いやこのセラトリの、ね、活躍大きいですよ、うん、今日 ねこれでランナーを貯めて、これまたボール球ですよ、はい、宝くじに当たったようなヒントですよね、今日はあの、ね、試合前に、はい、幸運の女神といいますかね、そうですよね、宝くじの催し物もありましたけれども、相澤三振に取った場面をご覧いただいています、3回です、この辺りも乗っていったというね、そうですね、はい、そして、3回です、2アウトランナー2塁、メヒアの打球は伸びました、はい、でもしっかりね振れるようになってますよね、メヒアもね、そうですね、これで1点勝ち越しのライオンズ、4回の表シアーホルツが持っていきます、まあ、あの勝てない時って追いあの勝ち越してもらって、そう勝ち越ししてもらって追いつかれちゃう、はい、こういうパターンは結構あるんですよね、そうですね、4回です、これランナーセカンドでのフィルダースチョイスがありました、菊池です、この後ワンアウト二塁一塁のチャンスで栗山のサードライナー、しかし鬼崎の背中、手に当たるというところ、まあ、コーチ怒るわね、これだったらね、ただピッチャーライナーで浅村を取って、この回はライオンズ0点、だから前田健太がね本当にピンチを招きながら踏ん張ってたっていうのは印象的ですよね、そうですね、7回の裏です、2アウト3塁1塁、まあ、松山をやや勝負を避けてというところで迎えた丸、セカンドゴロでこの回も0点に抑えた戸亀、この回でマウンドを降りました。一方の前田健太7回です、ここは3番からというところだったんですが、まず3番浅村をピッチャーゴロ、中村にはデッドボールを与えます、はい、これちょっとね痛いデッドボールだと思うんですよね、大丈夫なんだろうか、でもまあ中村はその後ね普通に守備はしています、はい、でメヒアをサードゴロ併殺打に切って取ります、2対2の同点のまま迎えた8回の表、同点の場面でも増田を突っ込んでいきました、そうですね、まあ、勝っている時に出ていくピッチャーが同点でも行きましたよね、はい、この辺はやっぱり勝ちへの執念だと思うんですよ ねワンアウト二塁から田中がセカンドゴロ、そして菊池はサードへのゴロ、追加点勝ち越し点を許しません増田のピッチング、でその裏です、ワンアウトの後セラテリがセンターに持っていきます、で牽制悪送球を誘ったセラテリ、ランナーはセカンドに進みます、まあ、やっぱり二塁に行ったっていうのは大きいと思うんですよね、そして右打ちを必死に意識した、住谷のライト前で一三塁、鬼崎がこれ実は初球2球とバントの構えをして揺さぶりました、そうなんですよね、で満塁になります、三塁線突破の秋山のタイムリーツーベースが飛び出します、これで2点を勝ち越し、これで前田健太は降板ということになりました、もちろん9回は高橋、この回先頭3番のシアーホルツ、今日ホームランを打っていますがセカンドゴロ、4番の新井は高めのボール空振りの三振、まあ、この辺はねもう安心して見てられるところですよね、そうですね、まあ、一発のある3人というところだったんですが、しっかりと高橋智美が抑えまして4対2でライオンズがこの交流戦カープとの3連戦の初戦をものにしています。